5回の裏、長崎清峰高校、5回の表をゼロで終わらせての攻撃はラストバッター、ライトに入っているピッチャー、ライトに入っている有坂です。初球ボールから2球目、空振り、ボールカウント、ワンストライク、オンボール。近江高校監督、高橋明人さんの解説でお送りしています。さあ、この回、高橋さん、上位に回りますからね。はい。第3球を投げた。内村さん、2塁当たり、サード前は面白かった。サード選手、ボール当たった。1塁へ、送球する、1塁へ、低いボール、1塁は、アウト三塁手の古城から一塁の岡田へ、岡田がまたしかもワンバウンドの送球よく取りました。1番センター、岡田ヒットになってもしょうがないような当たりでしたけどね。完全に進路だけでした。はい、ファースト岡田君によくねカバーしましたね、今のボールね、はい、バッターは1番の佐々木雄介、9名カーブ、ボールのさらにガンボール。しかし代わって岡田、これ2つ送球、低い送球を持っています。はい、ナイスプレーが続いています。2球目投げた、空振り、ワンストライクボール。まあ完全にここまではね、守りも攻撃も横浜の流れ、リズムになってますよ ね、はい、ワンストライクボールからピッチャー川澄第3球を投げました。空振り、低めの変化球、ツーストライクボール。いやいやね、正方のバッターね、ちょっと大振り傾向なんでね。そうか、はい、はい、バッター佐々木雄介は先ほど空振りの三振に倒れています。2エンドマンから第3球、4球です。ボール外れました。外に、どうしてもね、こういう試合展開になりますとね、はい、俺が俺がという気持ちにねなるのは分かるんですけどね。はい、まあ、やはりつなぐ意識でしょうね。そうなんですよね、はい、ランナーを貯めたい長崎清峰高校、春の通じて甲子園で初めての決勝戦です。第5球が打った、レフトへ通です。ファウル、アルプススタンド、ああ超満員です。長崎県立清峰高等学校必勝一級入魂、旧北昇南高校というふうに書かれてあります。いや本当あっという間にいっぱいになりましたね。なりましたね。はい、2ストライク2ボールから第6球を打った、高いバウンドのショート右の当たりだ。ショートは高浜、この強肩です。1塁送球、アウト。2アウトランナーがありません。今大会エラーは一つありますが、とにかくここぞというところで素晴らしい守りを見せますショートの高浜。2アウトランナーありません。バッターは2番の笹田、右のバッターボックス、今日ヒットが1本、ライトへ放っています。2アウトランナーなし、川澄大1球割られました。アウトの初球、ストライク、ワンストライク、ノーボール。上空は雲が広がっています。薄い高い雲が広がっています。甲子園です。第2球を投げた、打ちました、ピッチャー返し、ググラムは弾いた、セカンド前に転がった、セカンドしない、すぐに拾って一塁送球、アウト。このままいいプレーだ、3アウト。横浜は素晴らしい守りが見られました。5回終了、6対0と横浜高校がリードしています。